改めてこんばんは。こんばんは。総一郎です、今も宇田さんがお話になりましたよね。この太平洋戦争が終わったのは、私が小学校の5年生の時でした。で、小学校5年生の夏休み、ちょうど今ですね、夏休み、8月15日、朝、この今日は、昼、正午に天皇の玉音放送が、だからみんなで聞くようにというふうに、多分市役所から言ってきたんだと思いますね。で、私のうちも家族たちがみんなラジオの前に集まりました。で、私のうちだけじゃなくて、近所でラジオのないうちもいくつかあったので、近所の方が5、6人一緒に集まって、で、ラジオの前でその玉音放送を待ちました。で、正午から天皇のこの玉音放送声が聞こえました。ただ非常にノイズが多くて聞き取りにくかった。で、私は小学校5年ですけども、今もその、光景、それから玉音放送の中にも覚えています。小学校5年だと、大体そういうもんなんですね。もう覚えてるもんだと思います。で、このノイズが多いのと、それから非常に難しい言葉がたくさんあったんで、聞こえるんですけど、意味は分かりにくかった。ただ、例えば、敵は残虐なる爆弾を使用した。これは広島の原爆、長崎の原爆のことを言ってるんだと思います。使用したまあ、この軍が非常に一生懸命戦ったんだけど、その、体制は非常によく芳しくないというようなことがありまして、で、とにかく耐え難きを耐え、しのぎ難きをしのぐということは今も覚えています。で、そういう玉音放送を終わって、で、近所の人たちに意見が2つに割れました。一つは戦争が終わったんだという意見、もう一つは耐え難きを耐え、しのぎ難きをしのぐと天皇がおっしゃってるから、これ戦争続くんだと。だから近所の人たちの意見が戦争続くんだという意見と終わったというふうに言われました。というのは当時軍の、幹部の方は、本土決戦と言ってまして、新聞なんかもそうです。徹底的に戦うと、本土決戦ということを言ってましたんで、だから戦うんだと、戦争が続くんだという意見と、いや終わったんだと意見がありました。米軍が九十九里浜に上陸するだろうと、千葉県の、というふうに私たち の、うん、滋賀県彦根ですけどでは言われてました。で、大体8月に九十九里浜に上陸すると。で、そうすると滋賀県までやってくるのに2ヶ月ぐらいかかるだろうと。だから戦いながらですからね。で、10月ぐらいには米軍が滋賀県にやってくる。そしたらどうするかと。女性は山へ逃げると。で、男はどうするかと。爆弾を持って戦車に飛び込む。つまり自爆テロですね。こういうことをするんだと、普通にそういう話がされてました。で、私は子供だけど、やっぱり一緒にじゃあ飛び込むのかと思ってました。で、しばらく経ったら、この市役所の人がメガホンで、戦争終わったというふうに言ってきました。メガホンですね。で、終わったのかと。それで実は、この終わったという話を聞いて、私は実は絶望的になった。なぜか。当時その私たちはこの子どもたち の、 この将来というのは道は2つしかなかったんですね。2つというのは陸軍に入るか海軍に入るか、どっちかしかない、軍しかない。私は陸軍というのは航軍、つまり歩かなきゃいけないから大変だと。で、海軍は甲板の上歩きゃいいんだから、そんなに歩かなくてもいいんだと、まあ言うのと、で、私の実はいとこが、海軍兵学校という学校に行ってまして、
まあ、ここはその海軍になると割にこうそのまま偉くなるんですが、でかっこよかったんですね。で私もその中学を出たら海軍兵学校行きたいと思ってましたので、で、ところがそれがこの戦争終わったんで、ダメになっちゃったということで絶望的になりました。それで、ま、絶望的になって2回上がって泣きました。泣いて泣いて、それで泣いた末に寝ちゃった。中学校5年ですからね、泣き寝入りってやつかもしれませんけども、で寝まして、それで目が覚めたら夜になってました。で夜になって、2階の窓から下を見たら街が明るいんですね。で前の日までは特艦生といいまして、この空襲があると敵が来る、でそうすると明るいと爆弾を狙い撃ち下げるんで、この電気を全部周りに黒い紙あるいは布で覆って、つまり街真っ暗だったんですね。でところが戦争が終わったんで街が明るくなった。でなんかちょっと複雑な思いでしたが、ある解放感を感じたことがあります。2学期になって、それで学校行ってここで問題になる。つまり私小学校の5年でしたから、5年生から今でいう社会の授業が始まって、歴史の授業が始まるわけです。それからもう一つはこの、軍事教練の真似事みたいなことが、先生がとにかく今日本が戦っているのは聖戦、正しい戦争であると、これはアジアの国々を、この解放し独立させるための戦争だと。で、アジアの国々はみんなイギリスやアメリカやフランスやオランダやそういう国の植民地になって、それを解放し独立させるのが今度の戦争である。だから大東亜戦争とこう言ったんですね。君たちは早く大人になって、で戦争に参加して、で天皇陛下のために名誉の戦死をしろと、君らの寿命は二十歳なんだというふうに言われてました。君らの寿命は二十歳だと。それで、まあ、住むつもりでいたんですが、で2学期になったら今度は女に先生が、実はあの戦争は大変間違った戦争だったと、とんでもない戦争を日本はやったんだと、で、やってはいけない戦争をやったと。1学期、女に先生が1学期まで言ってることと全く違う逆を、まるで1学期まではこの、人のものを盗んではいけないと言ったのが、2学期になったら人のものを盗めというみたいなものね、価値観は全く違う。あの戦争は悪い戦争だったと、やってはいけない戦争だった、でやってはいけない戦争をやってしまったと。それから1学期まではこのなんていうか英雄だった東条英機さんとかそういう人たちが、2学期になると戦争責任者という戦争犯罪者まで犯人扱い、ボロクソになったんですね。で、君らはもし戦争が起きそうになったら体を張って戦えと、1学期までは戦争のために戦えと言ったんですが、戦争反対いうことがゴロッと変わっちゃった。それでこれ大事なんですが、私やっぱり小学校の5年生でどうも大人たちがもっともらしい口ぶりで言うのは信用しちゃいけないなと。それから国というのはやっぱり国民を騙すんだなという思いがあって、実はその思い今もあります。だどうも、安倍晋三さんの言うことがこの多分いいこと言ってんだと思うけど今一つ信用できない、ちょっとおかしいんじゃないかと、あるいは政府のやってることがやっぱり今一つ信用できない、これね私なんかのむしろ欠点かもしれませんが、そういう疑う気持ちがあります。この1学期、2学期で正反対になっただけじゃないんですよ。この、とにかく君らは戦争が起きそうになったら体を張って戦えという。それからさらに言うと、2学期の11月頃になりますと、11月、12月にこの1学期までは押しいただいていた教科書に墨塗り、墨で消しちゃう。まあ子供でしたからね、
スミンって消すのはある意味面白かったですけどね。のそういうこともやりました。で、とにかく君らはもし戦争が起きそうなことになったらカードを張って戦えと、こういうふうに先生が言った。ところがです、高校へ入りました。で、私たちは実は私たちから新生中学が始まって、で、新生高校も私たちが試験受けて入った第一生ですけど、高校入ったら朝鮮戦争が始まった。北朝鮮が、この韓国に攻めてきて、で、朝鮮戦争が始まった。で、アメリカはこのその韓国を助けるために日本に基地がいっぱいあったんですが、日本から行きました。で、朝鮮戦争が始まったんで、この小学校の時に先生が、この先生たちが、君らは戦争が始まりそうになったらそれは体を張って戦わなきゃいけないと、つまり戦争をさせないためにと言われたんで、戦争反対と言ったんですね。そしたら今日の先生たちが、お前ら共産党かって話になる。つまりまた世の中が変わったんですね。この二度で、こういうことがあるんで、どうも大人たちの言うことは今一つ信用できないなっていう感じがあって、これは私たちのある意味では欠陥かもしれませんが、いまだにそういう思いがあります。戦後の日本についても少しお話をしたいのがある。この、日本は戦後70年一回も戦争に巻き込まれてない。で、非常に平和な国で、自衛隊員も戦死した自衛隊員は一人もいない。これ非常に平和な国です。一回も戦争をやってない。で、だけど本当に日本は平和な国だったんだろうかという問題、吉田茂というね、総理大臣がいました。戦後の初めの方からずっとやる総理大臣です。で、吉田茂さんのこの、この政策は、ね、日本は戦後何にもない焼け跡でもう生活ゼロから始まる。本当に私たちが、この食べるものもない、何にもなかった。だから日本人は経済に持てる限りの力を全部経済に投入する。もう一つ国にはね、安全保障というものがある。どっかの国から攻められたらどうする、どっかの国と外交交渉でうまくいかなかったらどうする、この安全保障、安全保障なんてことは考えない。こんなものはアメリカに任せればいいんだと。いい具合にアメリカは日本を占領してる。で、占領してあちこちに基地を作ってる。だから安全保障なんてものはアメリカに任せて、日本はなるべく安全保障には力もかけなきゃ、金もかけなきゃ、ね、経済でやってきゃ。実はこの吉田茂さん、いいですか、この安全保障なんてことはアメリカに任せといて、日本は考える必要ない。で、この吉田茂方式が、その後、池田隼人、で、佐藤栄作、田中角栄、全部実はこの、吉田茂方式でやってきた。実は日本には自衛隊っていうのがあります。しかしこの自衛隊も、自衛隊を作れと言ったのは、日本が作りたいと言ったんじゃない。アメリカが作れと言った。実はこの今の憲法、この憲法もアメリカが作った憲法ですが、この憲法はもともと非武装なんですよね。ところが朝鮮戦争が始まって、アメリカが警察予備隊っていうのを作れと、これ自衛隊の始まりなんです。アメリカが作れという、本当にその警察予備隊が不安隊になって自衛隊になる。で、アメリカは吉田茂さんに憲法を改正して本格的に軍隊を持てようと言うんですね、ダレスというのは。ところが吉田さんはノーと言う。そんなものはいらないよと。軍隊なんといらないんだと。で、その要するに安全保障は全部アメリカに任せて、お前らやってくればいいんだと。で、ということでやってきました。で、だから自衛隊もあるんだけども、これはアメリカが作れと言ったんで、一応自衛隊を持つ。それから、イージス艦とか、P3C とかいろんな武器を持ってますが、これもアメリカは言われて買えよって言うから買ったの。要するに日本は経済は非常に主体的に考え、
でそのために全力投入しましたが、安全保障は考えなかった。でアメリカに任せといた。でアメリカが、保安隊を作れとか自衛隊を作れとか、で実は、いつもアメリカがもっと自衛隊を多くしろ、人数を多くしろと、それを日本がむしろ多くしたくない、多くしたくない、日本がむしろ数を抑えに抑えてきたということがあります。でいいですか、この、日本はむしろ自衛隊を大きくしたくなかった、安全保障を考えたくなかった。戦後長い間冷戦という時代がありました。このアメリカを中心にした西側と、それから、このソ連を中心にした東側の対立ですね、あった。で冷戦の時には日本は安全保障を考える必要はなかった。なぜならばこの日本がどこからか攻められたらアメリカは日本を守ってくるなってました。実はこれはアメリカは日本を守ってくれるんじゃないんです、本当は。というのは日本は、いいですか、これ難しい問題でよく聞いてほしいんですが、日本は西側陣営の一番東の端っこの国なんですよ。で日本の東側は北朝鮮であり中国でありソ連なんですね。で要するにアメリカが日本を守るってことは西側陣営を守るってことだったんですよ、冷戦の時には。でそれ吉田さんも、池田さんも佐藤さんも分かってる。日本を守るっていうのはね、要するに西側陣営を守るってことなんです。で、だからそれで当たり前でよかった。で日本は考えなくていい、アメリカがその守ってるんだから。でまたその東西冷戦の時にアメリカとソ連が対立してる時に日本なんか、な軍事力なんてやったらかえって危ない、何にもない方が良かった。問題はここは難しい問題、冷戦が終わったんです。1990年前後、実は1989年に天安門事件とかベルリンの壁の崩壊とか、つまり冷戦が終わったの。具体的には91年に終わるんですが、冷戦が終わった。さあ91年に冷戦が終わって、ここで日本は問題が起きる。何が、冷戦が終わったっていうことはアメリカにとって敵がいなくなった。そうすると日本を守る必要がない。今までは冷戦があったから、ソ連という敵がいて西側を狙ったから、だから、西側の陣営の、つまり日本を守るんだった、日本を守る必要があった。さあじゃあ日本はどうするか、日本の安全保障をどうするか、ここで日本の安全保障、日本は日本を守るためにどうすればいいかということを考えざるを得なくなってきた。90年以後ですね、実はその冷戦が終わった時の総理大臣は宮沢喜一さんという人です。で宮沢さんはだけど冷戦終わったけどもね、日本を攻めてくる敵なんてないんだから、それはそれでアメリカが別に日本を守らないと言ってんじゃないから、このままでいいじゃないかということで、宮沢さんはそのままで行く。でその後今度は細川連立政権とかいろいろあって、つまりまともに日本の安全保障を考える人がいなかった。でまともに日本の安全保障を考えざるを得なくなったのは小泉純一郎。小泉、この時に小泉さんの時に、山崎拓というこの幹事長がいまして、やっぱり日本の安全保障を考えなきゃいけないんじゃないかと。で日本の安全保障を考えるためにはアメリカが作った憲法ではダメなんじゃないかと、自前の憲法を作る必要があるんじゃないかと、とこの小泉純一郎の時に山崎拓が言って、それで自前の憲法を作ろうという話になる。で作るんです、自前の憲法を。でこの作る時にその山崎拓とかで今東京都知事やってる舛添とかね、ああいう連中が、それから、
あの今自民党に船田元とか、それから加藤浩一とか、こういう連中で新しい憲法を作るんですよ。で作ったんです、実は2004年5年に新しい憲法を作りました。ところが新しい憲法を作って、で山崎拓幹事長が小泉ね純一郎にさあ作ったから憲法改正しようと、小泉さん憲法改正すると言えと言ったら、ここが小泉純一郎って面白いと、嫌だよって言ったんです。いいですか。んなね、日本人はね戦争は嫌だと、だから憲法改正なんて言ったらね選挙で負けちゃうと、だから嫌だよと言って、でだから憲法は作ったんだけども改正しないで来てるんですよ。小泉純一郎の時に作った憲法は大した憲法じゃないんですが、どこが変わってるかというと、要するに憲法9条の1項は変えません、2項3項を変えて自衛隊をがあることを認める、で日本は自衛権があることを認める、で自衛隊を軍隊にすると、この辺だけなんですね。で結局嫌だよということで、小泉さんの時には、その憲法改正はなかった。でこの時にやっぱり憲法改正をしなきゃいけないなと思った人間が約1名いるんですよ。この男が小泉さんの後に総理大臣になります。誰か、安倍晋三です。でなぜ安倍さんが憲法改正をしなきゃいけないかという思うかというと、憲法改正をこの吉田茂以後の総理大臣で憲法改正をまともに捉えたのはただ一人、岸信介なんです。で岸さんというのは安倍さんのお兄さんなんですよ。この、ことがありまして、安倍さんが憲法を改正して、で小泉さんが作った新しい、憲法法案をやろうとで言うんですが、安倍さんが言ったら自民党の中で総スカになっちゃった。冗談じゃない、憲法改正なんて言ったらやっぱり国民に総スカになって、で、要するに自民党は選挙で負けてしまう。で安倍さんも憲法改正言えなくなった。ところが問題ある、ここは難しい問題なんだけど、今の問題に直面する。要するに安倍さんは冷戦が終わった、冷戦が終わるとアメリカが日本を守る必要がなくなる、でやっぱりと言いながら日本は自分の国を自分の力だけで守ることはできないと、やっぱりアメリカに守ってもらわなきゃしょうがない、その代わり日本を守る必要がないアメリカに日本の国を守ってもらうためにはアメリカの危機の時に日本がアメリカを救うと、つまり偏務制から総務制にしよう、わかりますか。あの冷戦の時にはアメリカは日本を守る、しかし日本はアメリカを守らない、偏務制ですね。でところが冷戦が終わった、アメリカは日本を守るこの必要がなくなった、それをアメリカに守ってもらうためにはアメリカの危機の時に日本がアメリカを守る、総務制にしよう、で総務制にするためには今の憲法ではダメだから憲法改正しよう。で安倍晋三さんはこの第一次安倍内閣で、つまり憲法を改正して総務的な安全保障にしようと言った。そしたら自民党で総スカになった。冗談じゃない、憲法改正なんてとんでもない。それで安倍さんは困っちゃった。だけどやっぱりアメリカに日本を守ってもらうためには日本もアメリカを守らなきゃいけない、その憲法改正をしないでそういうことをできるためにはどうすればいいか困っちゃって、で北岡伸一とか学者たちに何かいい方法ないかと頼むんだよ。でも学者たちの集まりを法制婚って言うんだよね。で学者たちが憲法を改正しないで集団的自衛権をやる方法を考える。で相当だから無理に無理を重ねてるから非常に難しい。これが今の安保関連法案